はい、どうもお茶です。今日はギルティギア回を使ってランクマをやっていこうと思います。ってことで対戦相手が見つかるまでカットします。はい、ということで23段の方が見つかりました。一番星さんよろしくお願いします。ということでミリアかよミリア戦って芯を使ってでも回を使ってでも、まあ、両方本当に勝てないんですよね。相当多分ミリアってランクマの中じゃ結構ランクマムーブというかそれが強いと思うんで、このジャンハイド本当に落ちない。マジで裏か表か分かんないっていう、前パン振ったら裏になって死んでるよってことが、こういうハメが強いキャラってマジランクマ強いと思うんですよね俺。うわ、なるほど。あ、相手デンジャー出てるし、オッケー、ちゃんと表に出てたらこうやってねしっかり落としてリターンも取れるというわけなんですけど、あクソ取られたか。いやマジずっとデンジャー出てんじゃん相手。オッケー、デンジャーネガティブペナルティ、これはでかい。これダウン取れないかな、取れないよな。お、いやー裏に、まあ、前パン出してた俺。うわ禁煙やば、禁煙めっちゃ上まで伸びるやん。あ、これは俺がダメだった。オッケー、これすごいワンチャンきた。うわー暴れるかそこで、勇気のある暴れだな。あ、バス読む？オッケー。あーくそ、この場読みのチャンスをうまく生かせなかったな。正直上入れっぱかなと思って未配でジャンプ借りに行ったんですけど、勇気のある暴れで負けてしまったっていう。相手の方メンタルが強かった、メンタルじゃんけんに負けた。あ、見えねえそれ。あ、でも入れ込んでない。本当は S ターンでも入れ込むはずなんですけどね、 6K なって。くそー、今のどっかで帝大に対して耐久できてれば一気に流れ変わってたのに。ここ OK。あれダウン取れるっけこれ。ひえー、あー、そうそうそう、こんな感じで入れ込まないとリターン取れないんですよね、ミリア側って。やべ、なるほどなるほどなるほど、かっこ分かってない。勝てる気がしません、ミリア戦本当に。エリアルダウンないから境って、死んだったらまだねアドリブでジャンディーで落としたりしてダウン取れたりするんですけど、回に関してはマジでもう絶対ダウン取れる。あーやべ、レシピがないから。オッケー、痛いこれ。オッケーオッケーオッケー、ほっ、マジで空投げ上手い人じゃないとミリア戦勝てないと思う俺。俺空投げ下手なんだよ。ああ、そうそう、こうやって入れ込んでこうやってダウン取って、でも針ないから、ああったわ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。ああ、よくねえ、何もこれ貯めるべきじゃなかったね。で、どうせ中段来る、どうせ中段来る、中段を振ってこない。で、針があるから怖い、針が怖い、針取る。オッケー、うわー重なって、針取りたいだろ。あー前パン、オッケー。あー怖い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 、針を使わせたら針をなるべく取らせない立ち回りしてった方がいいんですかね。これこれ、オッケー、そうそう、こんな感じで針取るのに対して飛ぶ、オッケー、リスクを与えれたらなーっていう。あー今の全然殺しきれててもおかしくない場面だった、飛びすぎ、マイパン、いけない。さあこっからなんですけど、なるほど、マジで中段を打ってこない。あーと見せかけて打つ、しっかり読み合いの面も強いですね。勝った、
かり取るかなって思って、いっぱい話しました。ガード仕込みながら針って確か取れなかったと思うんで。やっぱミリア戦ちょっと難しいですね。もうちょっとね、考えてやんないとダメだな、やっぱ。もうちょっとちゃんとキャラ対していかないとダメですね。くなげ、できない。からの、オッケー。これは読んでた。針取りたいはずだから。あー、赤キャンで殺しきれてたな、これ。うおー、いい暴れ。取る。投げ？あ、そっか、今回から、ぐるぐるでも針取れるようになったんですね。なんか今、立ちピー暴れされてたけど、相打ちで、なんとか勝ってたな。結構暴れるんで、禁止の後、暴れ潰しやっちゃってもいいかもしれない。オッケー、これは美味しすぎる。飛ぶ。結構暴れるな。ミリアってジャンプ以降結構速いキャラだから、なんかメイみたいに、割とジャンプ逃げが多いイメージがあったんですけど、結構暴れますね、この方。いや、やばい、表裏だけで死んじゃう。マジで見えないんだ。あー、使っちゃったー、よくねー。うわ、オッケー、ワンチャン来たー、ワンチャン来てねー。バースト使わせたい、せめて。ちょっとあんまり嬉しくないけど、セバ、オッケー、バースト使わせた。ふなげ、オッケー。あー、ただ、おっ、ワンチャンあるよ。暴れ潰し、オッケー今までここで暴れられまくったんで、ちょっとディレイかけて NS を置きました。ということで、今日の動画はこんな感じになりました。見てくださった方ありがとうございました。